負傷したフランス軍将校を、北米インディアンのトマホークから救うジョンソン将軍はベンジャミン・ウエストによる絵画で1764年から1768年の間に完成した。ペンシルベニアの住人が目にした情景を描いた。この絵はその実際の事件後ほどなくして制作された。これはダービー博物館、美術館に所蔵されている。この絵は1750年代において フレンチ・インディアン戦争に関わった三勢力すべてを、その当時の視点で描いた点で重要である。この絵では、負傷し、打ちまかされ、地面に横たわるフランス軍将校ディスカウダン尺に、対し、スカルピングしようとする、北米インディアンの戦士を、ウィリアム・ジョンソン少将が押しとどめる様子を描いている。ウェストは、初期のアメリカ人画家である。彼は、粘土と熊の重視を混ぜ合わせると絵を、 どのように描けるか実演したアメリカ先住民の友人から幼少時に初めて絵の描き方を教わったと述べている。この絵では先住民の姿は詳細であり、その脱毛した頭皮や入れ墨はヨーロッパ人たちの軍服より詳しく描かれている。ウエストは北米先住民の工芸品類を収集し、それらを自らの絵に描き込んだことで知られる。ベンジャミン・ウエストは イタリアで3年間を過ごしてから1763年にロンドンへ渡り、この絵に着手したのは、その直後のようである。前作となる1761年頃の作品、インディアンの家族と同様に、この絵にも正確な衣服と装備を描こうとする意図が見られる。それによりこの絵は、フレンチ・インディアン戦争時におけるイギリス系不評の姿を、 その当時に描いたものとして知られる2枚の絵のうちの1枚となった。正確性と確実性は、インディアンの家族では、先住民の生活を一般的に表現するためのものだった。一方この負傷したフランス軍将校を、では、最近の歴史的事件を報告するためのものだった。この絵の主題及びいくつかの物質的、抽象的ディテールには、 ナイアガラ砦での戦いに近いものが見られるが、一般には、ジョージ湖周辺で1755年に行われた、作戦の最中に起こった出来事とされている。この時、ディスカウダンシャクが率いるフランス軍及び先住民の同盟軍は、ジョンソンが率いるモーホーク及びニューイングランドの非正規軍と対峙していた。ジョンソンらがチュートン地への襲撃を撃退すると、 イギリス軍とその援軍側が優勢となった。ディスカウダン爵は3度負傷したが、殺された血族の復讐を望む猛報区族から、ジョンソンによって命を救われた。実際に、男爵は生き延び、傷の治療のため捕虜として、ニューヨーク、ついでロンドンへ送られた。1763年に7年戦争が終わると、フランスへ送還され、そこで1767年に没死した。 ウェストは1771年に発表したウルフ将軍の死で再度アメリカでの戦争を扱った。以前よりかなりの大作となるこの作品は彼の名声を高めたが当時の衣装の扱いについて批判も受けた。ウルフ将軍の死み方の攻撃的な振る舞いをジョンソンが制止する様子を描くことで野蛮な残忍さの対比として 文明化された道義的規範と戦時国際法をこの絵は強調している。それは北米での争い全般にわたり、先住民を同盟軍に加えることによってヨーロッパ人たちの間に沸き起こった懸念と議論に関係している。ジョンソンの迫愛的な振る舞いは普段の態度から白い野蛮人と呼ばれた彼の評判とは対照的である。フレンチ・インディアン戦争の初期。 まだ若かったジョージ・ワシントンは、先住民の首領である、タナグリソンに対し、なったばかりの同盟の証として、捕虜としたばかりの負傷したフランス軍将校、ジョゼフ・クーロン・ド・ジュモンビユの頭蓋骨を打ち砕き、その脳首相で手を洗わせた。このジュモンビユ事件は、ヨーロッパでスキャンダルになり、7年戦争の拡大を促した。同様の問題は、アメリカ独立戦争の間、繰り返された。 1777年、イギリスの両院は先住民の援軍を利用することについて議論を重ねた。貴族院におけるウィリアム・ピットの演説は純木さにつけ込んだ野蛮な振る舞いとカニバリズムの風習を公然と非難した。これはすでに蔓延していたと思われる嫌悪感の現れである。ありがとうございます。